野球好きでも意外と知らない野球のことをご紹介します。皆さんも一度は見たことがあるであろうこんなイラスト、大きな間違いがあるのですが、お分かりになりますか？1・2塁間、2・3塁間のラインは実際にはないとか、バッターボックスがあるからホームベースにラインはつながっていないとかではなく、明らかな間違いがあるのです。答えはセカンドベースの位置が違うです。では正解はというと、ここではなくこちらです。ファーストベースとサードベースの外野側の辺を延長して交わった場所がセカンドベースの中心になるというのが正しい位置なのです。まあ実際の見た目はこんな感じですから、そのつもりで見てみないと気がつかない程度の違いです。しかし1・2塁間、2・3塁間の距離がベース半個分、約18センチメートル変わってきますので、競技レベルが上がるほどアウトセーフのジャッジに影響を与える距離でもあるのです。プロ野球のビデオ判定の際どいプレーを思い浮かべれば、約18センチメートルの違いは小さいものではないと感じると思います。関わりのある現実的なところとしては、少年野球の手伝いでセカンドベースを置く際は注意してください。間違った位置に置くと、子供たちからこの人は野球を知らない人だと思われてしまうかもしれませんので。実はこちらのイラストでもう一つ気になった点がありました。それは投手板、ピッチャーズプレートの位置です。こちらもファーストベースとサードベースの直線上に位置すると思っている人が少なくないようですが、ルールではホームベースから 18.44 メートルなので、直線上ではなく少しホームベースに近い見た目の位置となります。重箱の隅をと思いながら確認したところ、直線上より微妙にホームベース寄りでしたので、まあ間違いではありませんでした。よかった。最後に皆さん、こちらのイラストが載っているこの書籍、何という書籍だと思いますか？答えは競技者筆記2023年版といって、公益財団法人全日本軟式野球連盟が発行している書籍なんです。組織の性格、書籍の性格から言って、このイラストを使用するのはちょっと点点点ではないでしょうか。笑い。ちなみに公認野球規則2023にこのテイストのイラストは使用されていませんでした。よかった。セカンドベースの位置を初めて知ったという方、チャンネル登録高評価をいただければ嬉しいです。